一番先頭を走ってるつもりだった。前に誰の姿もなかった。ある時コーチから君は一位じゃないと、道の先指さしながら足も速いと信じて、今日まで努力もした。優勝するのは私だと思った。悔しい、次のチャンスはまたあるよね。これで決まるわけじゃないし、いつもより練習すればいい。目標自分のこと、エースだと思ってた。みんな認めてくれてたよね。初めて後輩に私のこと